ない。ここまでのクリアは10人、さあ残るはあと2人となりました。このファイナルゴール地点に完全制覇に最も近いと言われる男たちは果たして何人あと出てくるのか。残るは2人。さあまずは長野誠が行きます。ファーストステージクリアは12人となるか11人となるか。さあ今長野がスタートいたしました。第28コンピラ丸の漁師長野誠、この2006年の秋はかなり緊張が襲ったと言っておりましたこの長野誠ですが、そのあたりはどうでしょうか。34歳となりました長野。新しいエリアも2つあります。そのうちまず1つはクリア。さあ新エリア、ここはどうだ。長野しがみつきた。おっと、ここでスピードを増していこうという長野誠、ほうという一つ声を上げました。さあジャンプアング、ここはどうでしょうか。長野第28コンピラ丸船長長野誠、3大会連続でファイナルステージに過去進出したこともありますこの長野です。完全制覇というその夢を背中に背負って挑んでまいりました2006年のサスケ。さあ長野が登る、一気に登っていった。空に向かって長野体を押し上げる。さあここのロープクラインまでやってまいりました。先に良かったという大きな声を上げまして長野がスルッと登っていった。ほっと胸をなで下ろし、そしてファーストステージをクリアしました長野誠。12秒48残しました。11人目のクリアです。早く押せよ。よし、行くぞ。この男の脳裏にはあの悪夢がよぎります。前回大会ではメタルスピンのこの餌食にやってしまった長野誠34歳。100番をつけて戦ってきた男は今回はその100番を山田に渡し、自分は99番で戦っています。その山田はもういない。山田の分まで長野誠、さあ今スタート。ファイナルに最も近いと言われる長野、チェーンリアクション2本目。漁師第28コンピラ丸の船長、普段は海の上船の上にいる男。さあ陸に上がってきました長野誠です。この辺りは慎重、手に滑り止めのスプレーを吹きかけてスパイダーウォークを上がっていく。早い早い、なんだ、あっという間のスパイダーウォーク。そしてバランスダンク、火を吹いているセカンドステージ、これも軽い。さあそしていよいよメタルスピンに挑む長野、あの悪夢を断ち切れるか。長野メタルスピン掴んだ。右手で胸を押さえてほっと一息、胸をなで下ろした。ここからはもうあとは長野は大丈夫。時間をたっぷりと残して50キロ、一番高いところまで上げた。さすがの長野、メタルスピンの悪夢を払拭しサードステージに進出。俺の番か。なんで初めてだよこんな大胆に聞いたのに。せーの、よし、そして最後に一人残りました。地上 22.5m の完全制覇のそのボタンに最も近いと言われる男がサードステージに最後に一人残りました。さあ19歳、サスケ新世代長崎俊介がファイナル進出を決めている。果たしてファイナル進出は長崎一人なのか、それともサスケオールスターズのプライドが
この男のプライドがファイナルステージ進出を決めるのか。こんぴら丸船長長野誠、緑山の夜空にこの長野の赤銅色した頬の色、さあ長野が挑んでまいりました。サスケ新世代長崎がただ一人切符を掴んでいる。そしてオールスターズの期待を背負って、おっと長野一旦つまずきましたが、ここは持ち前のスピードで、長崎一人か、それとも長崎長野の両者となるのか。緑山サスケサードステージファイナルに向けての直線です。さあボディープロップ、長野が歩み始めました。体をつっかえ棒にして歩む長野誠、この辺りでつまずくわけにはいきません。鹿児島県阿久根港を中心に予選第28コンピラ、一度はボタンにあとわずか手をかけようというところまで行きました。さあどうだ、カーテンクリング、スピードがある。このカーテンも長野がファイナルへの夢、あっさりとカーテンを開けていきました。4大会ぶりのファイナルステージが長野を待っています。そして先に進出を決めているサスケ新世代の長崎が待っています。クリフハンガーに手をかけました。34歳の長野誠、船の上、その船の上を思わせる甲板で体を鍛え上げている、この長野誠、クリフハンガーはさすがにお手の物だ。長野クリアしました。怖いな。さあ残るは3つのエリアです。さらにはクライミングバー、デビルブランコ、パイプスライダー。さあ体力の回復を待って一気に飛び出す。さあ3つ目、そしていった、ジャンピングバークリアしました。そしてクライミングバー登っていきます。長野誠、第28コンピラ丸船長長野、残るはデビルブランコにパイプスライダー、残るは2エリア。仲間たちの思いを長野というこの一人の男が背負って、まさにサスケという大きな船の船長のような気分でしょう。うわ飛びて、その船はファイナルステージという夢の港にたどり着けるのか。勢いをつけることができるか。さあ前回涙を飲んだのはこのデビルブランコだ。さあどうだ長野、パイプに手を伸ばす、左手を掴んだ。さあパイプスライダー一気に進む、長野誠一気に進む、一気に進む。さあファイナルまであとわずか、サードステージクリアなるか。第28コンピラ丸船長長野誠、体を振ってファイナルステージに19歳長崎が待っている。長野飛んだ、ファイナル進出、長野やりました。4度目のファイナルステージ、今怖かったっていう声が聞こえましたけど。そうですね、いつもよりちょっとこう滑ったもんで、ちょっとこれやばいかなっていう感じでしたけど、まあ、なんとかしがみついて、はい、やっぱり途中でリタイアしていた他のサスケオールスターズのメンバーの気持ちというのは関係してきましたか。やっぱりね、その分、ね、頑張らないとっていう気持ちが強いですからね。この勢いでじゃあファイナルも頑張ってください。そうですね、今度は本当にあの上から見たいですね。はい、ああ楽しみにしています。おめでとうございました。よし。
っしゃ、3人頑張ろう。頑張りましょう。そうだね。余裕だね。いや最後は危なかったね。最後は滑った。いや、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 いや